とあんこって、うんうんうん、リャンウピに変わるとか、しりとりの短期とかね、そう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 、だから今のも短期引いて、はい、リャンペイコーからの短期みたいな、でもたらればたらればすぎ、まあ、リーチがシンプルも、だってもう引いたりしたらリーチの方が絶対いいわけだから、ね、何してんのってなるからね、そう。さあ、リンノのレンチャン中一本馬ドラがリャンマン、改めてですが青木は、ルミからの出上がりは満貫以上、ただし倍満はダメという、条件になっています。京卓が一本出ている状況です。リンノは、初が統一になっているか、大事だよ、リャンピンから。さあ一度かわしに行ったルミですがまだ決まらなかった。面白いな、めちゃくちゃ近いからねこれ、リンノさんとルミさん、青木まで、1100点差のリンノですから一回上がったらもうルミさんより上で、そういうことになります、うん、こちらは青木、難しい、ルミさん手配きつくなり、あ、りょうちゃんかこれ、青木さんもあるじゃん、うん、全然青木さん全然ある、二差しがあ、ドラ引きもあるし、二差しか一二三か鎮逸、うん、で一二三が二差しになるときはドラ絡むから、いやルミさんきつくなったな、手配がさっきのやつが良かったな、さっきが多分なんか本当にかわしに行くチャンスっていう手でしたから、うん、確かにこの手でマックス、うーわー、いやでもこの手でマックスに打つの怖いよ、怖い、うん、怖い、うん、怖い、何拍はだって青木さんに打ったら終わっちゃうからね、凛野さんに打ったら続くけど、あ、そうですね、うん、青木にローン8000って言われると、いや来てるじゃん、すごい、すごいの引いた、リャンワンだけ引けばいいんだよね、リャンワンだけはもう絶対に引かなきゃいけないね、リャンワンラス1、うん、とりあえず、うんうん、おっと感動差入る、リャンワンだけは、あ、じゃあ面単品もある、無理か、リャンワン引かない前提だと、でも難しいですね、リャンワン引かなきゃダメなのよ、リャンワン引かないとダメか、リャンワン引かないとダマ、ダマ満眼直撃羽根満つの、一通もあったのか、一応一通になるぐらいパーツ引くんだったらもうなんかいっそ鎮逸になってそう、ね、確かに確かに確かに、まあ、その時はメンチンとかを目指す感じになるかなと思うんですけど、なりますね、ただあの泣いた鎮逸一通とかもあるからね、うん、そうですね、はい、ただもう外せないと思うんですよね、なんか外せる要素があるとしたら今スーピンが2枚切られてるっていうので、見差しがちょっと完成しづらくなってるんで、はい、っていうところぐらいかな、うん、リャンワンかスーピン、うわー、いいそうだよ、これめっちゃ難くない、こんな難しいのやったことないな、ちょっと、リャンワン引かない前提どうですか、いやありてか数ピンが2枚切れだから、うん、あでも、うん、あ3ピン2ピン切って、うん、1回ね、面ピンつも1通ドラ1と鎮逸、うん、なんか3ピン2ピンがいい気がしてきません、ピンか数ピンが2枚切れてるし、うん、1通とドラ、でもリャンワンないのは見えないからね、いやいいと思う、すごいね、これはいいと思う、すごいね、やっぱり数ピンに前切れは厳しいと見ましたね、厳しい、だから面ピンつも1通ドラ1とチンスね、うん、いや、え、これ周り遅いから意外にも追いつく感じある、うん、ターツは外してますが青木はね両系とも見れる手になってますから、あー E1 切ったよ、いや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 、手成りに打ってる場合じゃないのよ、ええ、リオちゃん頑張れ、ガサ耐えて、うん、あスッチーワンも残すか、伸びてるとはいえ、うわ怖っ、怖すぎる、ハッツーはリンノに統一の、はい、いやでもね、あのもう終盤になったらリーゾンメンホンとかにして、はいはい、プライス条件、青木さんの存在って怖すぎるんですよね、リズムがやっぱりすごくいいんで、うん、確かに、うん、なんだかよくわかんないけど落ち着いてるんですよ、なんか落ち着いてるんですよ、とりあえずなんだかよくわかんないけど落ち着いてる、落ち着いてるんですよ、肝が座ってる感じですよね、あいやいや想像ですが行くよね、ここで想像、でもこれちょっと仕掛けるところを考えておいた方がよくて、はい、例えばこれ数層ポンとかしても1通目が残るんですね、数層ポンそうですね、うん、残りますね、
例えば9走チーとかはありかとかね、今9走がもう2枚出てるんで3枚目の9走チーするかとか考えておきたいね。全方向に受けるのきつい、すごいいつもだ。今どういう形です？6球走とヘッドレスなんで、椅子走と6球走かな多分。はいはいはい、そうですね、外から見てるとすごいよく分かるね。椅子走と6球走、椅子走と6球走だと思うけどね。ハツはどうですか？ハツはね、ハツはね、ないのよ。山にないのね、はい、なんならポン点入るから。てかなんならポンなんですね。そうです、じゃあテンパイしてから切った方がいいですね。確かにね、うわー、きつそう。これ一数層だけだけかだけだけだけ、自分で6枚使ってる一数層、一数はもう目に見えてなくて、合ってるよね、一数層だけ、一数層しかないはず、すごい特殊な形だね、ちょっとあんまり見たことない形ですね。で頭がなかったからそれしかないね。OK で、はい、改めてです、はい、数層一山ね、一山でさえ、これ、椅子ないのね、椅子ない、椅子出てるんで、何か考えてるのかな、あの間違えと、間違えの牌ですね、じゃあ考えるとしたら間違えの牌何ですか？いや、まあ老僧とかもそうだよね、老僧引いたら難しいですね、老僧引いたら数層切りがなんか一番スッキリするような気がするけど、あとは東条凛乃からの倍満直条件があるんで、はい、ただ倍満じゃないんだよな、倍満じゃない、はい、だから、これ跳ね満しかないからツモ OK、 あとなんかいろいろあるけど、あ、そうですね、青木さんだから待ちが分かんないってことはなさそうですね、はい、なんで待ち替えと出た時にどうするかを考えてる、ね、あと例えばなんですけど、初切った後に、老僧は上がりじゃないんですけど、老僧地位の打数層とかすると、両層でも跳ね物なんですね、はい、チンイツイッツで、ね、考えることかなり無限にあるし、この極限状態でこれやれっていう、とりあえず初ポーン入りますよね、初ポーン入る、とりあえずね、はい、打ってば入ります、まず初ポーン入るじゃないですか、はい、絶対間違えられないよね、なんだこれ、ウーマン、ウーマンかな、ウーマンっぽい、ウーマンっぽいね、あ、チーマン握れじゃないかな、あ、でもウーマンっぽいな、パーマン9万ですよね、これでパーマン9万シャンポンマッチ、これ数層引いたらすごくない、あ、カンチーマン入ったね、白は大丈夫そうだね、数層引いたとしたら、引いたとしたら9万ですが、9万を持ち合ってるパーマもないか、今日何があったか全部思い出してますね、そしたらフラッシュバックしますかすごい難しいね、今日何があったか、で出上がりできないですよね、ここ打てるんですよね、ここは打っていいのよね、リンノは打って大丈夫です、倍満条件なんで、リンノからは、ただルミは打っちゃうとダメです、ね、これあれですね、通るかどうか、青木さんに通るかどうかですよね、まだ置いた、ウーマンだった、難しいね、数層があと1枚がどこ行くか、怖いけど向けるしかない、あ、泣こうとしてるのかな、泣いて、マンズタマイモード、あと3ピン2ピンいけんじゃないですか、親にも全部3ピン2ピンは確かに打てそうですね、全部いけるね、で想像打たないで自分テンパイ取れる、あ、一数ピンのチーの方にかけたかでしたね、3万イーマンと切るプラン、で依然として数層は1枚、ああ怖いけど、ちょっと待ってくださいよ、急層ないじゃないですか、数ピンあるんですか、うやいた、うーわー、最後の数層で2上がり、すごすぎだろ、ごめん掴んで、いや大丈夫すごすぎるよ、計算してるから、なんか計算してるから、青木が決めました、ツモメンチンで逆転のプロクイーン体感、え、すご、第21期プロクイーン優勝は青木翔子プロです、これはすごいね、最後に残ってたのは数層、泣いてるかな、これはどういう表情だったでしょう、こんな上がり券見たことあります？いい層切れてて、いい層3枚、数層3枚使っていい層1枚切れていて、そりゃ一番右のいい層も逆になるわ、なりますね、初戦でしたかねさあ、そして、第21期プロクイーンに輝きました青木翔子プロに、まずは日本プロ麻雀連盟副会長から、副会長伊藤優子から、
トロフィーと優勝パネルの授与をお願いいたします。はい、はい、どうもおめでとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます、はい、大丈夫かこんな感じ、うん、こんな感じですさあということで、今トロフィーとパネルもお持ちいただきましたけれども、青木さん、はい、まずは優勝おめでとうございます。ありがとうございます。1日戦ってみてのご感想はいかがだったでしょうか。でも頭真っ白でちょっともう何も分かんない分かんないそうでしたか。なんかあでもあのあれです、あの最終戦の親番1回目の親番の時に、うん、なんかサブローソーで転敗したんですけど、うん、見てたよ、うん、ウーパーにあの最後ウーバー止めれて、あーなんか勝てそうとか思いながら、でも出す前にルミさんに3000、6000積もられて、うん、あーどうしようと思って、擬音が多いなしたらそうですね、で最終戦オーラスの1回目のハイパイが全然ダメで、うん、リンノさんお願いしますと思って、うん、で連チャンしてもらえて、うん、はい、その次の曲「にさしの3色」か「染めてか」ってところで染めてがうまく決まって、まあ、よかったです。はい、ありがとうございます、はい、白鳥さんからご覧になっていかがでしたでしょうか。いや本当あの今日ね、全部見させてもらって、はい、いいとこも悪いところも出たと思うんですけど、本当にあの間合いめっちゃ多分強かったと思うんですよね。あの強かったと思うんですけど、でもあの今日見てて青木さんが今日は一番強かったと思います。なんで嬉しい、はい、優勝にふさわしい麻雀だったなと思いますし、はい、あの最終戦もすごいあの胆力で我慢と、うん、行くとこは行って、はい、で最後我慢して最後羽根満積もって優勝という、はい、本当見事だったなと思います。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。青木さんからはいかがですか。はい、イーシャンテンからの押し、うん、テンパイからの折り、うん、あれって、はい、すごい難しいよね、はい、すごい難しかったと思う。で開いた時にやっぱり放送に映ってるから、開いた時に当たってなかったら嫌だなとかいろんなのがあったと思うんですけど、はい、すごい勉強したから、多分信じた、自分が勉強してきたことを信じて、うん、うわ止めたんだなと思って、すごいかっこよかったです。で最後のリャンワンいないっていう読みね、はい、1枚しかいなかったし、スーピン2枚切れで、うん、なかなかその後のあの数層積もったのは数層がいてくれたっていう気持ちだったと思うんですけど、うん、これ陳一に組んだのはやっぱり力だな、よくたどり着いた、本当力だなって思います。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。それでは、ファンの皆様も、はい、この結果見て大変応援してくれてた方は喜んでくださってると思いますので、最後に一言ご挨拶お願いいたします。はい、おかげさまで取れましたもうまだ夢見心地で何を喋ったらいいか分かりませんが、まあ、これからもプロ人生頑張って2個3個タイトル取っていきたいと思います。よろしくお願いします、うん、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。はい、それではちょっと青木さんもその場にいていただきながらではありますけれども、改めて第21期プロクイーン優勝は青木翔子プロでした。おめでとうございました。さてそれではまもなくこの放送も終了になります。最後までこの戦いを見届けてくださった皆様も本当にありがとうございました。来期のプロクイーンの戦いもぜひお楽しみに。それではさようなら。